よろしいですか。作品名はオセロです。ではお願いいたします。皆さんおはようございます。川嶋ですとします。改めまして、えーえーしえー、自己紹介になるんですけれども。えー 滋賀県立美濃口東高等学校三年の岡木代木と申します、えー、高校生のトップバッターということで至らぬ点もございますがよろしくお願いします、えー、私のプログラミング歴はえ今年であの7年になりえ初めはあの地域のロボット活動であのプログラミングを始めましたそれからえロボカップに出場していまして 日本大会に出場しています。3 3度出場していますそれとは別に独学で HSP と Java を学びゲーム等を作りコンテストに応募したりしていました。この画面に映っている写真は今年のロボカップジュニアの日本大会に出場したロボットです。まずは開発のきっかけですがゲームをプレイしているときに どういう状況が一番楽しく感じるのかなと考えていましてゲームは勝つか負けるかそういうギリギリの状態がゲームを面白くする要素だと思いましたところが常にギリギリの状態が保たれるゲームはあまり見かけられずまた難易度選択があるゲームでは少しはギリギリの状態もありますが自分の腕に合う難易度がなかったりする場合もありました えー、今回、アイチャリに提出した作品をオセロと決めた理由は、えー AI に、AI が重要になるゲームは、囲、え、碁、ー、や,や将棋やチェスなどが思いつきましたが、囲碁はルールが分からないので諦め、将棋はチェスや駒の動きが複雑なので断念しました。その中でも、えー、オセロが最もルールが簡単だったので、オセロに決めました。 また他のゲームはコや石の画像を読み込みなど AI に直接関係ないところまで力を入れなくてはいけないのですがオセロ,は石セロの石は円だけで表現できるので作るのが簡単だと思いましたゲームを面白くする AI ですが先ほど話したギリギリ,リの状態にするにはプレイヤーの腕にゲームの難易度を合わせる必要があります いろいろ考えた結果、リアルタイムで難易度を調節すれば、えー、いいのではないかと考えました。えー、まずはあのあの強い本気モードというあのモードを作りまして、でそれからあの弱い雑魚モードというものを作りましたんですけれども、あのロボえー、プレイヤーの腕前には。えー プレイヤーの腕前にうまく合わせることができずにあのできませんでした、えー、そこで2つのモードを切り替えて使うというおもてなしモードを、えー、という案ができましたまたこのロジックで,どこ,まで試す、えー、どこまで機能するのかっていうこともためあの試したいということもありました 表示されている画面を見ていただくと分かりやすいんですけれども強い目の AI と弱めの AI を2種類を用意してあのプレイヤーが多く石を取っている場合にはよよええプレイヤーが多く石を取っている場合には強めの AI を動作させて AI の方が多く石を取っている場合は弱めの AI を動作させることでプレイヤーの上に柔軟に対応できるようになりました。 それでは個々の AI の説明をしようえ説明したいと思いますえ強めの AI の特徴につきましては打つ椅子の選定方法をえ評価方式に決めました評価方式は打つ場所の良さを数値化しより良い行動をとるような決定方式です打つ場所を決めるにあたってえ相手の打てる場所を減らしたり 角を取られないように置いたりすることで高評価を安く設定しています言葉で説明するのは難しいので具体的に説明しますこれはデバッグボンドの画面で1マスごとの評価を表示していますこの状態では右の方の403と評価されているところに AI が最前提だと 判断しておいています。おいています。評価の方法につきましては話がとても長くなるので割愛させていただきます。次に弱めの AI について説明します。弱めの AI の特徴につきましては AI の取る場所が一番少ない場所を選ぶようにしました。 ただ取、えー、る場所が少ない場所であっても角は取らないようにしましたオセロにもとおいて最も重要な場所、えー、最も、えー、少ない場所を取ることがはあのかなり不利な状況になるのでそれだけでも弱い AI になりましたですけれども、えーえー、この AI はあまり作り込みができていないこともあってあの まだまだ弱くなれてないんですけれども、もうちょっと作り込めば弱くなって、また理想形に近づくと考えています。今回作成しましたオセロの AI の反省点につきましては、えー、2種類の AI を切り替える方法では、えー 強めの AI の能力を超えるプレイヤーと、えー、弱めの AI の能力を下回るプレイヤーにはうまく機能しないという欠点が明示しましたそこで今後の課題としましては、えー、幅広いプレイヤーのに対応するために、えー、弱めの AI の弱体化と強めの AI の強化をすることですそうすることで目標に合った僅差で勝負がつくことができます 最終的には相手のあの手の先読みをより正確にし、ゲーム展開をコントロールできるようにすることで、より白熱試合した試合にできるといいなと思いました。以上でステージ発表を終了します。ご視聴ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。 質問のある方は挙手をお願いいたします。えっと面白い発表ありがとうございます。はい、えっと。評価盤面の、えっ、ー、と。こえっ、ー、と奥場所の評価をしてるんですよね。数字で、はい、であの評価されてたと思うんですけども。えっ、ー、と具体的、もっと具体的には。 何をどういうふうに評価しているのか教えてもらえますか。えっとあのまあ一番重要なのがあの相手のあの AI があの取る数とあのその相手の取れる数をあの数を少なくすることを一番のメインにおいてます。またあのカードはやっぱり取る取り合いので。はい ということは、えー、とその3みたいなものを取ってる、数字の置き換えてるということですか。そうですねあ。ありがとうございます。他に質問のある方は、挙手をお願いいたしますあ、えーとまあ、問題設定が非常に素晴らしいなと思いました。 でえっと、弱めの AI を作るところで苦労されてるっていうことだったんですけども例えばあのもう何も考えずに完全にランダムで打った場合と、えー、今作られた弱めの AI だとどちらが弱いんでしょうか <laughs> 多分弱めの AI の方が弱いと思いますそういったところをちょっともうちょっと工夫してやっていただければ面白いかなと思いますありがとうございます えっとあのまあ、強めの AI のときに評価方式っていうところを使っていたと思うんですけどなんでその弱い AI のときはあの評価方式を使わずに何だろうなでで分けちゃったんですかあの先にあの強,い強い方の AI を作っていましてそれからあの途中であの弱い方の AI を作ってでそこからそこであの弱い方はもうこれでいいかなみたいな。 <laughs> でそこからまた AI を強い方の AI をどんどん作ってましてであの結局提出するときにあのそっちの評価方式を弱い方の AI に入れるのを忘れていたというなんかギリギリのラインでやるんであれば常にその評価の,そのスコアによってあのまあなんだろうな最終的に引き分けイーブンのプラスマイナスちょっとぐらいのバッファー で、調整するような AI1 個作ればいいのかなっていうふうにちょっと思ったんですけど。<laughs> あ、そうですね。あ、ごめんなさい。<laughs> 一いじれてるわけじゃないんで。<laughs> はい、はい。ありがとうございます。では、以上で、川岸弘樹さんの発表を終わります。ありがとうございました。